気ままにダラダラ、ショーチャンネル。行くぞ。さてと、どうしよう。真剣どうしよう。とりあえず前回までやってみて、まあ対抗手段のね、この銃はとりあえず手に入れたんだけど、なんせ生身、これじゃあほんと無理やな。なんとかしてその楽に戦えるというか生き延びる方法ないかね。いや本来だったら、まあある程度さ、こういうまあ装備整えて、まあ打ち作ろうかとも思ったんだけど、厳しそうやな。でもどうなんだろうね、そのゲリラ兵士のさ、そのなんていうの、死に範囲、それはどこまであんのかね。そのうちが壊されるにしてもさ、例えばだけど1ブロックだけ空いてて、まあ向こうからは俺の姿は見えないけどこっちからは見えてる、そういう状況にしたらまだやれんのかな。だから簡単な話、まあ籠城よね。そうなんていうの、防空壕じゃないけどさ、そういうちょっと穴掘って、まあ、地上一マス頭一個分ぐらい浮き出すぐらいのさ、そういうアジトを作ればまだ戦えるのかな。一応それをね、前回の終わりに考えてまあ見たんだけど、どうなんだろうな。爆発がね、やっぱ問題なんだよな。で少なからずさ、味方のその何、同盟軍もさ俺のとこ撃ってるよね絶対に。じゃないとあんな弾当たらないもんな。夜もう初めて1日目やけどさ、もう引っ越したい、痛い、はっ翔太郎なんでやねん、なんで味方の攻撃で死ぬん、はあどうしようかな。まあ物は試しなんやけど、あんまりボックスに近いところやりたくないな、平たいところ、こういうところにしよっか。だから下一マス掘りでいいかな。こう開けておいて、ちょっと今狭いけどね。で四隅にこうまず一段目置きます。でこうかな、これで視認されないんじゃないかなという。だから今翔太郎がいるのが正しい位置やね。ここに立って戦う、これどうよ、いけるか立てた本人が言うのおかしいけど、いけるかこれ。いやこれだったらさ、こうやって狙い撃ちいくらでもできるじゃん。これいけるかな。あ、だけど草が邪魔かもしれない。これ草越しに当たったりできるよ、どうなんだろう。それでもやっぱ狭いかな。もう少し広げてやってみるか。よし、間に合った、できたできた。さあこもるぞ、よいしょ。翔太郎大丈夫かな、ちょっと中入ってくれるかな。あ、来た、オッケー。で、これで封をして、よし、オッケー。さあ、あとは敵を待つのみ。
いけるかな。これがいけなかったら結構辛いんだけどな。まあ待ってみよう待ってみよう。あ、でちなみにね、ベッドで寝たらいいんじゃないっていうね、まあ意見をまあコメントとかでもらったんだけど、パート1で、まあ、説明を俺が忘れてたけど、一応この動画夜間は寝ません、ベッド縛りです。はい、まあ一応リスポーン固定とかで寝ることはあるけど、まあ時間を過ぎ去るためにはベッド使用しないと思うんで、よろしくお願いします。早速向こうでは回線してるけど、戦車かやばいぐらい撃ってんな。あ、こっちも撃ってる。え、てか待って、今普通に銃弾通ったんですけど、雰囲気なんかすんげえ回復してる。あ、このバージョンはそうか、空腹ゲージがあればすぐに回復はしてくれるのか。ただ俺あれ勝てるか、いや勝てねえよでこいつら俺を、あ、認識してるわ。あ、でも認識してるけど、あ、近くだったらこいつら攻撃できねえよ俺を。あ、これだったらまだ勝つるかもしんない。だってこっからばらまけばいい話でしょ。いけー、おお、勝てる。そしてあいつ銃落としたぞ。待て、俺その銃欲しいんだが、いけるかな出たい、すんごいそこ出たい、そのアイテムがめっちゃ欲しい。あいついなくなったか、いけるかな、ちょっとちょっとだけちょっとだけ、よいしょ、回収、帰る、 OK。 何て入れた、お、 SVE、 これはあれじゃないの、ライフルでしょ、あれ違うのかな、あ、そうだ、マークスマンライフルだ、やったー、これがあればまだ楽そう。 OKOK、 敵はどこだ、あー全然見やすい、弾届くかな、どうだ、おお、いけるいけるいける、ちょっと弾道が上になっちゃうけど、なるほどね、あ、出た戦車、あれは味方やな、あ、だけど速攻で負けてる、何にやられたんだ、あ、もうこっからだったら全く分かんねえ、しかも今日雨だし、え、何、ん、この音何、なんだ、あそこからまた狙ってる、撃てるかな、あー、さすがにこの距離は当たんねえ、そこにいるんだけどな、難しいな、多分もっと正確に撃てる銃があると思うんだけど、まだこの段階じゃ、いって無理やな、うん、何食らってる俺、うわ車両がめっちゃ荒ぶってるあの兵士なんで無事なんだ、あれは味方のとこ、ちょっと俺のボックスのとこでお前暴れんなって、あれ敵やな、ん、何や、あ、玉切れじゃんか、いった、スタンバイスタンバイ、は、お前何、お前何、待て、あービューティフル、こいつか、壊してくるやつこいつか、やっぱ撃ってくるよね、やっぱ撃ってくるよね、あこれ無理じゃない、動けないんだけど待てよ待てよ、もうこれはあかん、あ、俺の死体だらけや、もうそら駆られてるもの、もう大丈夫かな、もう来てないから、おー堪忍してくれ、あー、あ
4日目の夜も無理でした。あーこれどうするよ本当に。てかもう隠れても無駄っていうのがやばいな。あーエンダーマンみたいにその認識されなかったら攻撃されない部類やと思っとったのにな。くっそー。そして俺の荷物はどこに行ったんや。ないぞ。あった。ありもうさ。OK。これで回収はできた。できたけどやな。こっからどうするかって話よね。もうライフルのマガジンもないし。とりあえず俺に足らんのはまず物資か。もうお家は無理そうです本当に。あ、そうや、そういえばさ、ちょっとコメントでいただいたんだけど、こういう壊れた戦車からも物資調達できるって書いてあったから、これも壊せんのかな。よいしょ、どうなんだろう。壊してる。え、壊せなくない。よいしょ。あ、判定があんのか。え、壊せない。ピッケルか。どうなんだろう。あの前回見つけたさ、その死んだ兵士と同じように出してくれるらしいんだけど、あれ今食べたな。これはなんか解除条件でもあるんかな。なんかいけそうな気はするけど、もう今ここに時間使ってる暇ないな。どうしよっかな。どっから手つける。とりあえずまあ物資と生き残ることか。キーボー物資くれ。マガジンくれ、マガジン。あー、マガジンは落とさず。なんやまだ経験中か。あ、 M240 いいねー。この銃は好きだ。よくテレビゲームで使う COD とかね。ただ弾がねえんだ。あー、これは地下生活の始まりかな。もう鉄装備、最低鉄装備やな。それがこのモッドで追加された装備ないの。なんかあった気もするんやけど。これか。このガスマスクとかもそうか。プラスチックヘルメット、うん、プラスチックで作る。そのプラスチックはこれか。あ、ガラス2つに鉄インゴットで、プラスチック2つ作れると。防御力はどうなんだ。プラス2。え、プラス2ってどうなの。鉄がいくつだ。鉄の方は強いは強いのか。あー、だけど少ない数で2個できるからコスト的にはいいのか。あー、なるほど。じゃあどうしよう。地下拠点作るか。多分それが一番今俺ができる範囲の中では早いよね。どうしますか。ちょっと場所決めてさっさと掘るか。ちょっと真ん中陣取るか。よいしょ。規模近いしな。じゃあここら辺しよう。よし、じゃあここをキャンプ地とする。まあキャンプ地で言うても下に掘って、まあ、横穴広げるだけやけど、とりあえずこれぐらい深さあれば大丈夫か。基本あれやな、このモッド初めて、まあこれぐらいなら大丈夫かっていう、なんかその確認作業から始まるな。だって不安だもんな。
あんだけしこたまやられたらさ不安にもなるわな。正解がまず見えないもんね。これ以上やれば安心みたいなさ、そのいつものバニラの生活みたいにさ、なんか大麻作って、まあ、武器作ってこれぐらいやればまあ初日大丈夫でしょうみたいなの、それがないからね。もうほんと試し試しだよ。もうなんでね、まあみんなのコメントを見ながらね、今もう頑張ってるけども、あーとりあえずこれで通用一歩してくれたらね、まだいいんだよ。うん、これぐらいでとりあえずええかな。もう十分掘ったと思う。ま、石も集まるし一石二鳥かな。 OK、 よーし、とりあえずここがまあ第一号の拠点やな。あー、よし、今昼間やね。じゃあ取ってきますか、アイテム。でも鉄出なかったな。え、まだやってる。うっそうっそ、バッカじゃねえの。あもうやだこの世界。なんでなの。